こんにちは。こんにちは。今日はちょっとね、面白いものちょっと見つけてきたんですよ。面白いもの買ってきちゃったんですよ。なんかこう、袋持ってきてたよね、今日。あ、そうそうそう、うんうん、めっちゃでかい袋なんですけど、うんうん、それをちょっとね、新しくんに遊んでもらおうかなと思って、うん、はいはい、これこれ。何これ、すごくないですか。おー、はい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 、わかります。わかるよ、あの、100均のマジックね。そう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 、うん、ちなみにそれ全部で10個あるんですよ。あ、そうやね、結構あるもんね。結構買っていったら1000円分、うん、1000円ちょっとかな。10個。ちなみにそういうの買ったことないっすもんね。いや、子供の頃にマジックセットみたいなのはよく買ってたけど。そういう100均ものですか。いや、100均のは買ったことないけど、天陽っていうね。あー、はい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 、よく買ってたけどね、子供の時に。子供の頃ってさ、うん、なんかやっぱりね、自分でも練習もするけど、母には、うん、なんかトランプで種のないものでマジック練習しなさいみたいなこと言われてたけど、はいはい、なんか子供的にはその物をやっぱりおもちゃ、うん、子供っておもちゃ好きやから、うん、物欲的に欲しいのよね。あのおもちゃ欲しい、このおもちゃ欲しい、新しいマジック欲しいみたいなって、うん、だから結構集めてたよ、子供の頃は。え、ほんでこれどうすんの。その中から気になるものあったらやってもらっていいですか。あ、実際に今、実際に今この中で、はい、これやろうか、うん、ちょっと待って、はい。結構知ってるマジックが多いから、見てる感じだと説明書別に読まなくても大体。逆にもういけるで。え、もういける、うん、行こうか。はい、じゃあ、じゃあ、サイコロ、サイコロ、黒のサイコロがあります、はい、で、蓋です、はい、ね、はい、ここ蓋しまして、はい、この黒のサイコロをちょっとよく見ておいてくださいね、はい、ワン、ツー、スリー。おー、やると、ほら、サイコロがちっちゃくなってしまいましたっていう。へぇー、こんなん100円で買えるんですね。いいね、これ、いいですね。いいね、いいね。これいく？これよく見ますね。よく見るよね、これね。よく見ますね、それ。じゃあ、リング、輪っか。はい。まあ、普通のリング調べてみて。はい。え、調べる？まあ、普通に触って。なんもないよっていう。OK？ OK。で、このリング、全部で1、2、3、4つ。はい。よく見ててね。1、2、3。はい。おおほほ。つながったよ。え、いいんすかこれ。いいよ、だってほんまにつながってるもん。すげえ、切れ目ないのにつながっちゃうっていう。すげえ、こっちもこうやったらほらつながって、うわ、すげえ、ほらこうやったらほら4つつながっちゃいますって。おー、きれい。そんなマジックです。へえ、はい、そんなもんできるんですね、すごいですね。まあやってたからね。へえ、次はせっかく買ってきた。結構でもなんかてか、100円でそれはなかなかすごいですね。100円でそれは、いや、そんなやってないですよ。あ、そう。よっしゃ、じゃあやろうか。魔法のステッキがあります。はい。ここは、ただの植木鉢があります。で、魔法のステッキがおまじない。そう、おまじないかけると、おお、花が咲いちゃいまーす。はい。なんか、すごい新鮮ですね、そんなんやってるの。うん、そうでしょ。次行く？次、次。じゃあ次は説明書見ないでバンバンやってるのがすごいですね。ほんま？うん、だいたいこう昔やってたやつやからね。はいはいはい。オッケー。これ？うん。これ中にはああボール？そう、ボールが入ってんのよ。はい。でこう蓋しといて。はい。でこのボールをよく見ててね。はい。ってやると消えて。なるほど。じゃあ今度ははい。これちょっと出すわ。ボールペンと、はい、ペンと1000円。ペンと1000円、うん、はい、今借りた、はいはい、で、1000円、よく見ててね、ワン、ツー、スリーってやると、おおおおおお、破ってしまった。破ってしまいましたね、はい、はい、これではでも怒られます。はい、こう貫通しちゃってます ね、日本銀行に怒られちゃいます。そうです、はい。でこれマジックでおまじないかけると、こうほら、おお、穴が移動しちゃうんです。すげえすげえ、穴が移動しちゃうんですこう、うん、ね、穴が移動しちゃう、うんうん、でこうシュッとやると、あ、すごい、穴が、あ、すごい、すげえ、はい、いつもブレインダイブしか見てないからそんなのもできるんですね。で、これちなみにここなんか取れると思ってない、はい、調べてもらっても取れるとは、ここは別に外れるわけじゃないよって。あ、ほんまや、普通のペンですね。うん、これが100円。100円、すごい、遊べますね、これ。遊べるんですよ。
次はこれね、これようやったわ。そうなんですか。これ子供の頃結構ようやったで、ゴムの上に今100円と10円が乗ってるの分かる、はい、ありますあります。あるでしょ、はい、じゃあ100円と10円どっちがいい、どっちが好きな方、どっちでもいいよパッと言って。100円でしょ、はい、OK。 じゃあ今選んだ100円、はい、よく見といて、はい、いくよ、はい、見えてるかな。見えますよ。1、2、3ってやると、うん、100円がほら、うん、見えるこれ。おお、中にすげえ貫通してしまいました。入った。え、ここはおもろ、穴開いてない、穴開いてないです。100円のマジックを110円でやるっていうね。そうなんですよ、ね、すごいっすね。210円かかる、210円かかるマジック。でも今消費税10円やから。ほんまや、何ぼや、まあまあかかるわ計算できるやん。220円。おい、次次220円。怖いわ、たまに怖いよね。ちょっと待ってな、これよくやったんやけどね。なんでさっき、なんていうの、まあ、小さくなるトランプ。でもね、僕が知ってるタイプのやつとちょっと違うな。ちょっと一回僕流でやってみますね、はいはい、トランプを、トランプを使います。はい、まあ、全部バラバラ、はい、で、このトランプはちょっと見といてほしいんです。うん、いきますよ、魔法かけます。うん、ワン、ツーで、息を吹きかけると、あ、ちっちゃくなってる。そう、トランプがちっちゃくなってる。おー、はいはいはい、へえ。これ100円すごいですね。そう、ちっちゃくなる。もう一回トランプ、あ、まだやってやると、トランプがなんと、うん、またおお、ちっちゃくなる。どう、ちっちゃ、ほんとちっちゃくなる。すごー、めっちゃちっちゃい。もう一回いきましょうか。はいはい、いきますよ、はい、ワン、ツー。どう、かなりじゃ、ミニマムや。これは使われへん。これ以上はちょっと100円の価値どんどん下がってくるやつちゃう。そうでしょ、うん、いきますよ、よく見てて、はい、ワン、ツー。おおすげえ、ちっちゃ、すごい、ちっちゃくなっちゃいました。面白いですねこれね。うん、面白い。次はトマトの大出現。トマトの大出現、だいたいね、うん、タイトルはさっき言わん方がいいから。あ、そうなんですか。うん、今のね、聞かなかったことにしてほしいぐらいじゃあこれちょっと見てもらって、はい、赤いハンカチと緑のハンカチがあります、はい、で、ちょっと大きさが違います。はい、ね、はい、で、赤いハンカチと緑のハンカチ、はい、これを手の中に入れるんです。はい、はい、手の中に、はい、で、赤と緑なんで、うん、お手の中で揉んでやると、うん、なんとトマトになっちゃいますっていう。トマトになっちゃうよっていう。トマトになっちゃった。あ、これか。説明書なしで一回やってみようか。これちょっと見てもらえます？はいはい。ここに赤いボールが入ってて、はい、ある。お腹が入ってて、うん、これを入れるんです。うん、でお持ち苗をかけると、うん、おー、見て、面白い。青いボールに変わっちゃった。へえ、面白い。青いボールでしょ。触ってみる。うん、まあまあ、触っても青は青い。いやいや、その変わったりしないか。ああ、そうか、変わらないでしょ。はい、青いボールこう入れるじゃないですか、はい、ね、はい、お持ち苗かけると、おお、面白い。そうやろ。へえ、で、ラストかな。あ、最後ですか。多分これはね、初めて、ここに錠剤があります。錠剤ね、はい、これ、これ見てて、ほら、お、錠剤がほら、勝手に、わかる？いや、わかるけど、ほら、いや、わかるけど、自分の意思とは反する感じで。全然、おー、ほら、ほら、ほら、錠剤が動く。錠剤がもう暴れる、暴れる錠剤が暴れるマジック、暴れるマジック。ほら、もう錠剤が暴れまくって言うことを全然聞かない。そう、飲もうかなと思うやん。ああ、飲もうかなと思ってこうさ、錠剤飲もうかなと思って動いてくれないね。全然動かない。あ、動いて動いて。そうそう、錠剤飲もうかなと思って、ああ、ああ、ああって。これだから、行さんやってもらう。見て。おお、暴れてる。なにこれ、誰向けのマジか。自分も感じてる。
錠剤パニック。面白いね。面白い。100均面白いですね。何が面白いって、ここに錠剤がありますって俺生まれて初めて言ったから。それが面白いよね。ここに錠剤がありますって生まれてから言ったことないぞ、そんなセリフ。はいあ、そうなんやって思わないですもんね。うん、錠剤何のってなるもんね。ブレインダイブ。でも100均マジック意外と楽しめましたね。面白いね。面白いですね。何が一番面白かった？僕個人的には、まあ、錠剤面白いですけど。錠剤ね。錠剤。錠剤確かに面白い。個人的には好きです。変な動きするからね。そうそうそう。僕意外とね、何や、花。バラ？花？花。花が出てくるやつ。ああ、あれね。面白かった、これ。魔法のステッキ。もう一回やってください、もう一回。いきます。ワン、ツー、スリー。いや面白い。それなんかめっちゃかっこよく撮りません？え？めっちゃかっこよく撮りません、それ。これよ。うん、なんか PV 撮りましょうよ。え？なんか新しくってなんか PV 的にはないじゃないですか。ない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 。それでちょっと新しくの PV 撮りません？え、これで？それで。もっとええシーンいっぱいあるやろ。なんでこれな？いや、なんか新しくんって結構イケメンマジシャンって言われてるじゃないですか。いやいやいや、いや雰囲気、雰囲気、うん、雰囲気、うん、雰囲気。いや、言い方になんか時あるな。新しくんの雰囲気でかっこよくできるんじゃないですか。え、これを？それを。いやー、どうかなー。それ分からへんけどね。やってみる？やってみましょう。これ今やったやつ全部？いや、もうそれだけ。これだけちょっと勘弁してほしい。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。